すいません。はい、なんでございましょう。すいません。ここが栄光百貨ですか？さようでございます。あの、この辺で武術家を知りませんか？最賃街に工部館という道場がございます。確か源修禅という先生がおられるはずです。わかりました、行ってみます。あの、ここらじゃ見ねえ顔だな。どっから来た？日本からです。ほう、ちょっと聞きたいことが。待った、俺に付き合ったら聞いてやるよ。さあさあお立ち会い、この男こそは日本から来た空手の達人、石をも砕くその凄さ、とくとご覧なれ。見事この石を割りましたら、心ばかりのおひねりを。やるしかないか。何やってんだ、しっかりしろ。大きく振りかぶって打ち下ろしたら、石に当たる瞬間にガツンと力を込めるんだ。分かってる。よし、もう一回だ。しっかり頼むぞ。よし。まさかお前が本物の拳法家とはな。俺は宗瀬葉月です。どうだ、俺と組んで一儲けしねえか。俺も拳法家だが落ちぶれちまってよ。もしかして宗瀬さんは修禅先生の？なぜそれを？やっぱり修禅先生からあなたのことを。まさか俺のことなんか。いえ、先生を訪ねたらあなたの話を。しょうがねえ、ワルだってか。すべて力不足だった自分のせいだと悔やんでおられました。師匠が俺なんかのために。ちょっと待っててくれ。これを師匠に渡してくれ。中見るなよ。宗瀬さん。おい、手紙は渡してくれたか？いえ、それがまだ。おいおい、頼むぜ。はい。手紙は修禅先生に渡せばいいんですね。そうだ、早めに頼むぜ。わかりました。
最賃街の地図か。もう持っていたな。この町の地図か。すいません、修善さん。おお、君は確か武徳について尋ねてきた。宗仙さんから預かりました。あったのかね、宗仙に。はい。我、会の一時破るとも、曲、口を離れず、剣、手を離れず。あいつめ。その手紙は一体？カイトは武徳の一つじゃ。おごり高ぶることなく己を律し、むやみに剣法を使わず、乱りに技を見せず。武徳の一つ。会、曲、口を離れず、剣、手を離れずとは。歌を愛する者が常に曲を口ずさむように、剣法家は常に心を剣に置き修練に励むという意味じゃ。じゃあ宗仙さんは。武徳の会を破り大道芸人に身を落とそうとも、自分はまだ剣の道を捨ててはおらぬ、そう告げておるのだ。宗仙よ、いまだ剣の道を行くか。あの、他に武徳を知ってそうな方をご存じないですか？県民さんを訪ねてみたかね。ええ、他にどなたか心当たりは？だったら長湯さんを訪ねるといい。長湯さん？うん、中国武術の知識に精通した方じゃ。どこに行けば会えますか？伏線街の三島通りで理髪店を営んでおられるぞ。わかりました、ありがとうございます。あの、醤油って人の店に行きたいんですが、伏線街はどっちですか？ここからだと江南街、白新街と抜けていくのが早かろう。江南街、白新街と抜けて、それから伏線街ですね。さよう。道場を出たら左に行くといい。
あとは港南街で訪ねてみなさい。ありがとうございました。港南街、港南街、すいません。え？俺かい？超油さんのお店に行きたいんですが、伏線街はどっちですか？白信街から行けたと思うけど、もう少し詳しく教えてください。地元のやつに聞いてくれねえかな。そうですか。この町の地図か。